早くしないと肉ケーキ売り切れちゃうよ。私が倒れてる。あれ、イマジナリーちゃんだったよね。そんな大丈夫って、これは自分に聞いてることになるのか。いや、それとも私は今霊体になっていて、ついに私も天に帰る時ってこと。でも地面に足はついてるし、体も触れるな。どういうこと？とりあえず今日は帰ろっかな。ちょっと疲れてるのかも。イマジナリーちゃんになってる。じゃあやっぱりあの時ぶつかったのはイマジナリーちゃんで、イマジナリーちゃんが私に？いや、何年か前にこう映画館でいっぱい見たけどさ、そんなことはある？ちょっと待って、体がイマジナリーちゃんってことは、今どんだけ食べてもイルハートの体は太らない。よし、肉食べ放題、イケイケ食べ放題。いやー、イマジナリーちゃんはいいな。可愛いし、花粉症にもなんないし、歌声も綺麗だし、それにちょっと大きいし。よーし、今日は食べまくるぞ。それじゃあ、いただきまーす。なんか今光った？まあいいや、そんじゃあ早速いただくぜ。あ、人の体で食う焼肉うめえ。幸せだ、イマジナリーちゃん、ありがとう。大好き。はい、ということで、ですね、皆様にお伝えしたいことがあります。たとえ誰かと体が入れ替わったからといって、人の体をね、雑に扱ってはいけません。自分の行いはすべて自分に返ってきますということを、私イルハート本日身をもって、皆さんにお伝えしていきたいと思いますが、はい、ということで、他に入れ替わりたい人、入れ替わりたい人？まあ、人もね、いいんだけど、あのね、あれになってみたいのよ。ポケットに入れるモンスター。これダメかな？モザイクとかかかるやつかな？になってみたくて、なんかさ、何？自分から技が発せられる気分ってどういう気分なんだろうと思うのよ。いや、それなんか、それはさ、こう、アニメの世界のさ、こう、なんか、超能力とかさ、異世界とかでもさ、あるけど、もちろんそのパワーが出るやつとか、腕が伸びるのとかも私大好きだけど、でもなんか、その、自分が言葉を発せない状態？なんか、モキモキ、いるいるみたいな。泣き声の中で、どれだけ、その、飼い主、違う、トレーナーと、トレーナーとどれぐらい意思の疎通ができるのかとか、あの世界にある木の実はどんな味がするのかなとかもちょっと気になるし、なんかやってみたいって思ったんだけどさ、
あれだわ。これ、私が転生するんじゃなくて、入れ替わるんだもんね。ってことはさ、私が、例えば、あちらの世界に行って、何、体当たりとか言ってさ、いるってやってる間さ、あれでしょ？入れ替わった、ポケちゃんがさ、イルハートの中に入るってことで、そういうことでしょ？だからさ、イルハートの体からさ、チュッピチュッピプリって聞こえてくるわけでしょ？それ、それもそれである。いや、なんか普段の私とあんま変わんない気がしてきたわ。まあいいや、おしまい。はい。